浴衣だとこれぐらいカジュアルなのいいなって思う。確かに。こんにちは、ゆりあです。今日はですね、スペシャルゲストのお宅にお邪魔してますヘアスタイリストのしゅうこさんです。しゅうこです、よろしくお願いします。しゅうこさんのチャンネルでは、あの浴衣の着付けをしゅうこさんが自分でやるっていうのをこう横でサポートしながらちょっと教えするっていうのをやってて、で私のチャンネルでまだご紹介してない帯結びをちょっと今回やったので、もしよかったら見てみてください。なんで今回私としゅうこさんがね、うんうん、あのコラボしているかというと、はい、実は同じマンションに住んでいるというんですそしてあのマリナちゃんもね、しゅうこさん仲良くて、でご紹介してもらって、うん、で結構ね、マンションでもよくあって、エレベーターの中など、はい、そうそう、すごい素敵なお着物姿でいいなと思って見てて、今回実現して嬉しいです。嬉しいです、うん、私は今日はしゅうこさんにあの浴衣に合うヘアセットを教えてもらうということでお家にお邪魔しました。簡単にできる浴衣に合うセットやっていきましょう、はい、お願いします。はい、お願いします。しゅうこさん、このヘアアクセサリーをたくさんね、うん、作ってて。そうなんですよ、私ヘアアクセサリーブランドやってるので、ちょっと今回こういうカチューシャだったりとか、うんうん、こういうバレッタ、かわいい、ちょっと夏っぽい感じのものとかを使いながらやっていこうかなと思います、はい、今日は本当に誰でも簡単にできるセットっていうことで、結構ロングヘア、髪の毛が結構長いので三つ編みを使ったアレンジにしていきたいなと思います。ゆりあちゃんの場合結構前髪が結構個性的というか、あの短めでまっすぐパツンって揃ってるので、この前髪はこのまま生かしでやっていきたいなと思って、ちょっと最後にちょっと整えますね、うん、まず3つぐらいに分けます。使っていくのはこういう100均とかで売ってる普通のヘアゴムを使っていきます、はい、こんな感じで3つに1、2、3と分けてもらったら、3つを全部三つ編みしていきます。もう本当に簡単な三つ編みをしてもらって、この時、三つ編みする時にこうクッと上に上げちゃうと、この下ここがたるんできちゃうので、うん、なるべく下面に向けてあの三つ編みをしていきます。こんな感じで下にキュッと反らして三つ編み、下までいったらこのゴムでくくります。ちょっと長い方とか、うん、ちょっとふんわりさせたいっていう方はこの辺りに遅れ毛、最初にこのもみあげの上とか、私こういうところにね、うん、ここにこれあるんだよ。あ、いい。ここ短いのよ。あ、ここに結構あるの。あ、本当だ。ちゃんとあのカット、そういう活かせるカットになってるね。そうなの。逆にこの耳上は長くしてて、うん、っていうのもセットした時に、ね、うん、ここに後ろに持ってきたいから。あ、高さが必要だもんね。そう。だからここだけ。なるほどね。してんの。でもちょっとこういう毛があるとちょっと雰囲気変えたいときに便利なんだよね、うんうんうん、じゃあちょっとこれ活かしますね、このカット、はい、じゃあこんな感じでちっちゃい毛を先に出しておきます。あの後から出そうとすると結構ね、引っかかってこう長いのと一緒に出てきちゃったりとかして、うんうんうん、あの難しいので、最初にこの遅れ毛はちょっともう出しておくのがおすすめです。でもふんわりって私結構きっちりやっちゃいがちだから、うんうんうん、どうやってふんわりさせたらいいのかわかんない、逆に。あ、そっかそっか。そう、無造作な感じとかやりたいけど、うん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 、結局やりすぎて結局無造作になって髪の毛がすごいストレートとかも量が多いとか、少しだけオイルだったりとかを全体的に最初につけておくと、こういう最後にこうね散らしたりとか、うん、ふんわりさせる時に束になって出やすいから、最初にちょっとプロダクトをこういうオイルだったりとか、うこういうバームみたいなものだったりとか、最初に少しだけ、ちょっと今なぜかこっちだけつけるみたいな下からこんな感じで全体的につけてあげて、まあ、いい匂い、ね、ちょっと香りがふわっとして、こういうのをつけておいてあげると、後でこう出した時に束が出やすいので、うん、最初にちょっとベースつけておいてあげるのいいです。最終形どうなるんだろう、こう3箇所を三つ編みする。三つ編み、うん、三つ編みは結構ギリギリまでやった方がいいんですか。あ、なんかね、途中で取っちゃうから全然もうすごい下まではやらなくてもいいんだけど、なんとなく、下の方までこんな感じでやっときます、うんうんうん、一回これほぐしていきますね、はい、で下からまあよくあるやつですよ、下からちょっとずつこの端っこを取って、こんな感じですごい、結構結構出して、結構だ、うん、結構出して、結構ふわふわ、最後こんな感じで手でなじませちゃうというか、こういう感じでこう平らにこうやって持っていくと結構広げやすくなります。真ん中崩さずにこの両端だけをちょっと崩してあげる感じで、やっぱこう引っ張ると下もこう引っ張ってくられちゃうんで、だから下からやっていくっていう感じですね。これを三つ編みを三つにまとめてしていきます。
そうするとちょっと大きめのこういう三つ編みができる感じになります、うん、でこれをまたここでまとめて留めちゃいます。この辺の髪の毛持ちながらちょっとずつ引き出してあげます。指先、うん、でちょっとずつで、この時やっぱ髪の毛この辺で持っといてもらうと崩れにくいので、こんな感じで少しずつ引っ張り出してふんわりさせていってあげます。でこの時に表面だけあのうってやっちゃうと結構ペチャってしちゃう方もいるんで、なるべく中の方からも毛を持って、うん、中の方からもちょっと吹き出してあげるっていう風にしていくと、よりふんわり感っていうのが出てくると思います。こんな中の間から取って、この時でもいっぱい取りすぎちゃうとやっぱりグワッと崩れたりとかするの、本当に少しずつ、あとこの辺りも、ちょっとふんわりさせていこうかなと思います。この辺の髪の毛三つ編みのとこ持ちながらこうやってふんわりさせてあげます。小顔効果っていうか、うん、ちょっとここにボリュームが少し出るとふんわり優しい印象になるので、なんかこなれ感みたいな、もともとくくってた下のゴムですね、これ外しちゃいますね。例えばここちょっと毛先だけちょろっと巻いてあげて、うん、こことかになんかヘアアクセサリーとかをこんな感じでピュッてつけてあげたりとかして、ダウンスタイルでも全然可愛いと思うんですよ。ちょっとカジュアルにするんであれば、かんざしとかがあったら、うん、これかんざしじゃないけど、うん、こう刺してあげるとか、うんうんうん、こういうのでもすごい可愛いかなって思います。髪の毛の長さがちょっと短い方だったりとか、長い方でちょっと下ろしたいわっていう方はこれだけでも可愛いかなって思いますし、うんうん、こんな感じで内側に入れ込んで毛先が出ないようにくる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 とこの感じで持っていってあげます、はい、でここでピンを留めていきます。こういう大きな飴ピンある方は大きな飴ピンでもいいし、まあ、ちっちゃい飴ピンでもいいか、うん、ピンはこういう根元に刺すんですけど、こういうふうに垂直にまっすぐ入れます、真ん中に。でここにある髪の毛とかまして土台のここの毛、うん、ここの毛を挟んでもらってこんな感じで入れ込むんですね。で垂直にまっすぐ刺します、グッと。そうするとピタッと止まります、はい、で髪ピンも絶対見えない位置になって、うんうん、かなりしっかりキュッと止まるかなと思うんですけど、これでちょっと自分でやって不安だなっていう方はすごい使えるのがこういう U ピン、うんうん、こういう U ピン使ってもらって緩いわっていう人は、こういうところとか変な形ボコってなっちゃったなとかいう人はこういう毛をまた取ってあげて、これまた垂直に上から下にグッと刺してあげるっていう風にすると結構ここら辺でホールドしてくれるので、心配な人は 1,2 個とかっていう風に U ピン入れてあげてもいいと思います、はい、止めてあるこのアメピンのとこを持ちながらふんわりとまた再度もう一回ボリューム感を調節します。ここのボリューム感っていうのはもっと大きくしたい人はピンを止めた後からでもこんな感じで広げてってもらっても可愛いと思います。コンパクトにする方がよりちょっとモダンな印象になるし、うんうん、ちょっと大きくする方がより華やかな感じの印象になるかなと思います、うん、今回はストレートアイロンで前髪とかこの辺の顔周りの髪の毛だけする時っていうのはそんなに高い温度設定にしなくていいので、このダイソンの、ね、165度からなんですけど、まあ、140度とかそれぐらいでも全然いいかなと思います、うん、これコードないんですか？コードレスなの。え、いいな、めっちゃ便利じゃない、めっちゃ便利。そうなの、すっごい便利なの。え、バッテリー？バッテリー、このままね、ピタッて充電させておくと、いいだけですごい便利で、あとすぐ温まる、便利ですなんかちょっと厚みがあるので、うん、この細かい作業をするにはちょっとあんまり適してないんだけど、うんうんうん、ただ、まあ、コードレスで便利で、うんうん、あとまっすぐ伸ばしたい時はかなりグッと入るからかなり伸びます、でこの辺感じふんわり後ろ向きにくるがりいってあげます、うん、結構大きめだから逆に言うと、うん、なんだろうな、こう一カールこうねじるだけで、うんうん、カールがクリーンって割とつきます、うんうん、このカットいいね。本当ですか、うん、ポイントになるそう、うん、実はこの姫カットみたいのも、うん、5年以上やってる。あ、確かに姫カット、はい、そうだ。そう、でもあまり活かしてない。活かせてなかった。そう、結構しまいがち。しまいがち今日はそれを活かして、うん、ずっと前髪は短め。前髪、いや一時期超伸びてて。あ、そうなんだ。本当に2ヶ月くらい前すっごい伸びてて。おお、そうか。どうしようってなって下ろせないぐらい長かった。うん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 。だから分けて、結局でも短く、結局なんかちょっとアイデンティティが消えた気がして、うん、前髪にアイデンティティあるのかい、わかる。でも髪型ってやっぱすっごい個性とかイメージがやっぱつくから、うん、ね、かわいい、人の印象が変わっちゃうもんね、うん、そう。
でこんな感じでクリンクリンって巻いた後は今度バーム使おうかな、バーム的なこういうの、うん、まあ、オイルでもいいんだけど、バームの方が、まあ、ちょっとセットしやすいかな、あの、うんうん、束感とかさらに作りやすくなるかなと思います。でこれも少しずつ束で取るような感じで、この辺りはせっかく短いんでこの後ろの方にふわふわふわって動きが出て、この三つ編み三つで作ってるから、うん、たまにこういうところがこんな感じで割れちゃったりとかするんですよ、はいはいはい、こういうふうに分け目がね、はい、なんでそういう時はこの辺りを持ってまたさらにこうやって髪をちょっと引き出してふんわりさせてあげます。こういう髪の毛のアップスタイルする時って、うん、結構後ろ見えないじゃないですか自分で、うん、だからちょっと変になってたらどうしようかなとか、うん、なんか可愛くできてるかなって思う時があるんで、うん、ちょっとこの辺鏡で見て、あ、ここら辺ちょっと失敗したなって思ったら、うん、そのちょっと上とか横とかに、うん、こういうアクセサリー、うん、何でもいいのでこんな感じシュッてつけてあげたりすると、うん、ごまかせる目線がこっちに行くので、確かに、うん、なんかそういう意味でもなんかこうヘアアクセサリーをちょこっとつけてあげるっていうのはヘアアップが慣れてない方とかとってもおすすめです。トレスの、トレス の, あのこちら新作ですね可愛 い, いです、うん、可愛いよね、こういうのつけてあげると。この辺の毛とかもふんわりしてるのが可愛いので、この下のあたりの毛も崩すの忘れないように。珍しいです、このなんかホワホワ系というか、ホワホワ系ね、うん、崩してる系、うん、なんか可愛い、崩し方がわからない、うん、自分、そうだよね、加減がね、ピチッとしちゃう、なんか性格出てるのかな、うん、ピシッとしちゃうね、浴衣もピシッて、なんか隙がない感じになっちゃう、かわいい結構隙があって可愛いです、うん、でも浴衣だと本当これぐらいもういいよね、うん、全然可愛い。あとなんか他にもアレンジしたいなっていう場合、これカチューシャとかも結構可愛いかもって思ってて、うんうん、カチューシャ可愛いと思った。何色が好き？これ今日に合いそうだよね、うん、この辺とか、まあ、2色とか使ってもらってもいいし、うん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 、だけど前髪がある人はこのまま上からパサッとかぶせちゃいます。2本かわいい、なんかふわふわがちょっと新鮮ね、かなり、うん、ね、新鮮だよね、新鮮、どうですか？かわいいです、いつもと違って、ね、全然違う、要するに浴衣だとこれぐらいカジュアルなのいいなって思う。確かに、やっぱ着物だと面とか出てピタってしてたいけど、うんうん、浴衣だとなんかこれぐらいの感じが可愛い、うんうん、そうね、なんかこう線が一本ピュッと入ると涼しげな感じになって可愛いと思います。わー、もう可愛い、うんうんうん、こんな感じで完成です。ありがとうございます。私がセルフヘアアレンジをちょっとやってみたいと思います。教えてください。今何もやってない状態でこのふわふわな感じのままなんですけど、ヘチャッとしてボリュームがない人っていうのがいたら、マキシミスタシックニングスプレーとかっていうのがあるんですけど、こういうものを最初にベースで少しつけておいてから根元だけ、トップのところだけですね、つけて乾かしておくとちょっとボワッとするんで、ボリュームが出にくい人はベースに最初こういうのつけておいてもらってもいいかもしれないです。で私みたいに髪の毛乾燥してふわふわしてる人にやっぱりオイルを最初に全体的にちょっとつけておきます。結構軽めのオイルです。これは髪の毛最初に巻いておける余裕がある人は巻いておくと簡単なんですけど、巻かなくても大丈夫です。はい、後ろで結びます。はい、あ、すごい、浴衣ってあんまり腕が上がらないそうね、今気づいた。上げるってことはあまり、本当だ、上がらないよ、やりづらい。ヘアセットするのは、うん、着替える前だね、うん、そうだね、うんうん、その方がいいかもしれないですね、うん、でちょっと緩めに下の方で結んでもらったら、もうよくあるクロリンパですね、ここに穴を開けて上から下にクリンとまず一旦通します。通しますね、うん、で通してちょっとキュッとやったら、一回この根元を持ってこの辺りを崩していきます。ふんわりつま先指先で結構出していいんだ。うん、出します。うん、うん、出します。そしたらギュッてなってますね今ね、はい、これここでお団子作ります。お団子もうなんか何でもいい、適当なお団子、うんうん、まあ毛先がこう入ればいいですよ、うん、お団子っていうかもう結なんかまとめます。でまたこのゴムで適当にまとめますね、はい、すごいめっちゃ適当いい意味でいいでしょ、はい、こういうんじゃないとできなくない？なんか自分で。はい、結びました、はい、適当なお団子が出来上がりましたね、はいはい、私はもうちゃんと見えてませんか。これで最後もう一回ここにクロリンパします、はい、下から上に、はい、そうするとちょっとここがねじれたツイストされてる感じなので、うん、ここを少しだけほぐしてちょっとだけほぐしていきます、うん、こんな感じで、なんかもうぽい、はい、もう出来上がりました、はい、これだけです。
15秒ぐらい。簡単、15秒めっちゃ簡単。でもさ、こういうのつけても可愛いですよね。可愛いと思う。うん、なんかこことかね、同じこれみたいな感じで、うん、つけても可愛いと思います。うん、あと、まあ、かんざしとかだとスーッと刺してもらったりとかしてもいいのかなっていうので、確かに。で今回前はおピタッとストレートに大人っぽくしてるんですけど、前髪ある方はちょっと巻いてもらったりとか、人によっては遅れ毛少し出してもらったりとかしてもいいのかなって思います。うんうん、はい。カチューシャもね、人によって可愛かったですね。うん、可愛いと思います、ね。なんか細身のカチューシャとかだと、うん、なんか例えばわかんないですけど、ね、ちょっとピタッとつけてもらったりとか、可愛い、アクセントになるかなと思います。うんうんうん、はい、確かに素材によってまた印象違いますね。そうなんですよ。これはね、シルクの素材ですね。うんうん、いい、シルクなのでちょっとツヤっぽいので大人っぽさがあるかもしれないです。ね、髪ショートの人とかはカチューシャっていう手が、ね、ありますね、うん、あとピンとカチューシャとかね、ね、確かに確かに可愛いと思います、うん、アクセサリー使い、ね、とっても素敵かなって、うん、思います。ありがとうございました。どっちも簡単、こっちもね、すごい簡単。三つ編みを最初に3つ作って、で同じように折りたたんでいく感じですよね。はい、ちょっとやってみます。でもこれならすぐできそう、はい、すぐできる、うん、ね、すぐできる、やっぱ面を出すとかそういうなんか複雑なことしなくて、やっぱ綺麗にピタッてやろうとするとなかなか難しいけど、ちょっとふわふわさせとければ、うんうん、ごまかしが効くじゃないけれど、ね、うん、その浴衣はしかもそのふわふわした感じが結構合うなって思った。確かにふわふわちょっと珍しいもんね、うんうん、かわいい。今日の浴衣なんですけど、しゅうこさんはあの大人っぽいちょっとね涼しげでかっこいい浴衣が欲しいって言ってたので、うん、あの浴衣といえば、まあ、ちくせんさんっていう、うん、浴衣って普通こう反物から自分で仕立てるんですけど、でもプレタポルテの浴衣っていうのがあって、もともともうサイズ SML みたいな感じでできてるのがあって、それをね、しゅうこさんも、はい、それにしました。ね、はい、そうです。ツバメに柳の、はい、ちょっとやっぱツバメに柳って結構大人の、うん、素敵な柄だなって私は思います。嬉しい。で帯はこの無地、はい、無地だけどちょっとね、うん、グラデーションっていうか、うん、なんかあの地紋に柄が入ってんだね、地紋、うん、のこれも畜生さんですね、うん、全部、うん、お寿司屋さんとか、うんうん、なんかね、夏の夜にちょっとお出かけしてご飯食べるシーンっていうのをお聞きしてたんで、その場合はやっぱり浴衣だと普段着すぎちゃうから、うん、中にこう襦袢を着てやっぱ着物風に着ていくんだったら、うん、なんかいいんじゃないかなってことで、襦袢、うん、を着てもらって足袋も履いてもらって、はい、で帯締め帯留め帯上げもして、ほんと着物っぽいコーディネートにしてみました。はい、うん、はい、していただきました。リボン返しという結び方で蝶々結びができれば誰でも結べる結び方になってます。結び方はね、しゅうこさんの一番、うん、あ、そうですね、しゅうこさんの方でぜひ、うん、めちゃくちゃ簡単でびっくりした。よかったです、うん、私でもできる。よかったです。浴衣を着る方が大変でした。うん、浴衣を着る方が大変。浴衣ってね、やっぱ着崩れやすいから結構着るの大変だし、うん、初めてこのね、襦袢を着たと思うんですけど、うんうん、この襦袢を着るのが意外と結構大変。確かに、うん、補正までが、うんうん、まあでも慣れたら自分に何が必要かとか分かってくると思うので、うん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 、やってみます。ぜひ、うん、私の着物はですね、うん、浴衣はですね、今日はケータ丸山さんの、あ、そうなんだ、浴衣なんです。このメダカの柄、かわいいメダカ、そう、これすごくかわいいなと思って、うん、すごい素敵、うん、めちゃくちゃ泳いでるっていうね、めちゃくちゃ泳いでる、めちゃくちゃ泳いでるから真ん中に渦つけとけました。あ、そういうのね、かわいい、なんかアクセサリーだね。そう、これ帯留めですね、うん、涼しげにしたかったんで、うん、やっぱトーンを統一、水色と白のみで、うん、素敵、統一してみました。今日はで帯揚げも水色と白の、あ、本当だ、こう縦色の帯揚げに、うんうん、で帯締めは細め、こっちが三分紐で、はい、こっちは二分紐って言ってさらに細いですよね。全然太さが違います。そう、うん、同じリボン返しという結び方、素敵、帯もグラデーションになってるね、うん、そうなんです、このグラデーションね、こっちが上になるとまたちょっと雰囲気違ったりして、うん、だからそれも結構楽しめる。それによってここに持ってくる色変わってきたりとか、そうだね、そう、面白い。白持ってきたかったからちょっと濃い方を上にした、うんうんうん、かわいい、こんな感じで合わせ方が素敵です。
今日はもうすっごい涼しい感じを意識してきました、うん、いやめっちゃ涼しげめっちゃ涼しげいい涼しげですよ本当、うん、けど着てる本人超暑いですよそんなに涼しくはないですよね、うんうん、ちょっと外行くの怖いなみたいな、うん、ちょっとやっぱ日が暮れたぐらいがいいねですよね、うん、いや本当そうだと思う、うんうん、この着方特に襦袢をね、うん、つけて着る着方はちょっと日が暮れた頃が確かにいいかもしれない、うんうん、そうかもそうかも、うん、じゃ日が暮れてからディナーに行こうかな、ねうん、ぜひはい、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました、ね、初めてこういうふわふわした髪やってもらって、うんうんうん、なんか意外にすごいいいなと思って、かわいい、うんうんうん、ピッチリしたのばっかやってきちゃってたから、うんうん、私もなんかピタッていうイメージですよね、うんうん、どうやってふわってさせたらいいかがわからないってだけだったんですけど、あ、そうかそうかそうか、でも結構思いっきり意外とねガッと出しちゃってね、やっていいんだと思って、うん、いいと思います。ちょっと私も後で動画見て一回研究します、はい、でもすぐできそうすぐできる、うん、ありがとうございます。これも一瞬でできるんで、それもめっちゃ一瞬だった、はい、これ一瞬すぎるぐらい一瞬ね、はい、素晴らしい、簡単だと思います、はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。こちらこそです、また浴衣着てどっか行きましょう、うん、行きましょう、ねうん、ぜひぜひチャンネル登録と高評価、特にチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします